どうも、ルーバック TV、塚本です。塚本さんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、言葉に隙間がありますね。では行きましょう。はい。なんかあるんですね、その隙間に。はい。今日はそのままなんですね。塚本です。なるほど。はい。それ後々暴かれていくわけですね。はい、はい、僕の心に隙間がありそうです。行きましょう。はい。はい。じゃあお願いします。はい。今回はですね、この横に置いております、エンダースキーマーのアイテムを紹介させていただきます。数多くの品番もリリースされておりますが、初めてでもトライしやすいかなと思います。3品番をですね、紹介させていただきます。それではですね、まず、エンダースキーマーというブランドを紹介させていただきます。心理学用語のジェンダースキーマーからの造語で、ジェンダーの頭文字の G をアルファベット順で一つ超えた H にすることで、ブランドコンセプトであるジェンダーを超えるという意味を表現されております。男女の性差にとらわれることなく、ジェンダーを超えて自由にデザインされていますね。一方ですね、男女の骨格ですとか筋肉のつき方など生理的な性差ですね、そういったところは尊重されておりまして、着型ですとかカットの深さなどメンズレディースで若干の差をつけられています。バッグ、靴、ベルト、お財布、小物です。そういったところをですね、レザー中心で作られております。まずはこちら、グラスコードです。グラスコードとはその名の通り、メガネにつけるストラップになるのですが、使用されている素材はエンダースキーマーらしく、レザーです。シンプルな形状にレザーならではの素材感が生かされた品番です。ヌメ革ですかね。はい、ヌメ革です。こちらはナチュラル色ですね。また色についてはこの後紹介していきます。こちらですね、先端にゴムがついておりまして、メガネのですね、テンプルと言われるこの部分にですね、通します。左右を通しましたら、こちらにもかけてるんですけれども、こういった形です。メガネ、サングラス、着用時はですね、ちょっと今ダブルメガネなんで危ないです、ね、こうアクセントになりますね。あ、なるほどなるほど。はい。で、外すとこうネックレスに、そういった感じです。ちょっとした気の利いたアイテムですね。はい。なるほど。最近ですと、マスクを着用して外出される方も多いかと思います。その際にですね、マスクプラスサングラスで外に出て、ちょっとこう気まずいかなっていう時も、こういったストラップかけていただくとすごくまあ便利かなと思います。またですね、気温がどうしてもこう暖かくなっていく、今時期からですと、サングラスのその使用頻度自体も上がるかと思いますので、これからの季節は特におすすめです。カラーはですね、3種類でご用意しております。こちらですね。先ほど松尾さんの方からも言っていただきましたけれども、ヌメ革の、ナチュラル色です。こちらがですね、一番そのエイジング、色合いの変化を楽しんでいただけるカラーになるかと思います。エイジングもですね、レザーの醍醐味かと思いますので、目で見て色合いが変わっていくのも楽しみかと思います。ラフに向き合っていただきやすいのがこちらのブラックですね。色合いの変化はそこまで感じにくいんですけれども、シミ等が目立ちにくいので、多少こう横着に扱ってもいいかと思います。ただですね、使い込んでいただくと革自体はしっかり馴染んでいきますので、そういった変化も楽しんでいただけます。モードっぽい、雰囲気のファッションですとか、そういったところがお好きな方にも向いてますね。最後にこちらが、ホワイトです。ホワイトと言ってもほぼほぼヌメのナチュラル色とそこまで大きく変わりはないんですけれども、少しこの白ヌメがアクセントになってて、女性にもおすすめしやすいカラーですね。価格もですね、一つ、4200円プラス消費税となっておりますので、見ていただきやすいプライスかと思います。前向きにご検討ください。続きまして、バッグ、ピッグバッグシリーズです。こちらですね。こちらもですね、初めてエンダースキーマーに触れる方からもご支持いただいております。中でもおすすめは、ショルダービッグですね。こちらです。ピッグレザーとは豚革のことですね。豚革のスウェード面を使用された非常にシンプルな形状のバッグです。だからこそこう伝わりますか、特にレザーの風合い。薄手のピッグレザーは従来のレザーバッグに比べて硬さですとか重さを感じにくいかと思います。力の抜けた雰囲気ですね。毛足が若干、あ、はい、立ってる感じですかね。そうです。もうビキモーぐらいの感じなんですけれど、色気あっていいですよね。はい。今までのレザーアイテムって言いますと、こう基本的にタフで頑丈、そういったものが注目されてたと思うんですけれども、例えばレザーバッグイコール、バイカー系とかこうビジネス用みたいなこう強そうなイメージなんですけれども、対してこちらのピッグバッグシリーズなんですけれども、すごくこう身軽に感じるんですね。
こう気軽、ライトにこう持っていただけるレザーバッグっていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。こちらもですね、価格は、1つ1万2000円プラス消費税です。選んでいただきやすいプライスだと思います。また、カラーなんですけれども、4色でご用意しております。今かけてる4つになるんですけれども、中でもおすすめはですね、ブランドらしさ感じるこちらのベージュのカラーですね。この春もいいですよね。はい。ね、すごく季節的にもいいと思います。レザーのナチュラルな雰囲気をこうご堪能いただけるカラーかと思います。スウェード素材の柔らかな雰囲気と相まってすごくいい色ですね。汚れが少し気になるかなと思われる方は、ワントーン濃いこのカーキっていう色ですね。こちらをお試しいただくのも一ついいかと思います。またですね、この透明感のあるライトグレー。こちらもですね、非常に魅力的です。先ほどもお伝えしたように、黒系の洋服が多い方ですと、こういった、ダークグレーというカラーもご用意しております。またですね、トートタイプですとか、サコッシュタイプ、サイズの小さいものっていうのもご用意しておりますので、気になる方はですね、当店のオンラインサイト、ご覧いただければと思います。最後はベルト、こちらです。テールベルトというベルトでして、品番名通りなんですけれども、着用するとこう、尻尾みたいに垂れて見えるんですね。早速なんですけれども、今僕、ちょっと着用してみました。しっかりと。結構長いですね。あ、そうです。かなり長いんですね。はい。長さがかなりあります。これフリーサイズで。そうです。フリーサイズになります。サイズのことは、後ほどまたお伝えします。こうアクセント使いに非常に向いてるベルトかと思います。先ほどもお伝えしましたけれども、穴数が一般的なベルトよりもたくさんございますね。ただですね、細身の女性ですとか、しっかりされてる、男性、そういった方で少しこう穴数が足りないかなって思われる方はですね、当店の方でも穴開けサービスっていうのも行っておりますので、ご希望の際はですね、お気軽におっしゃっていただければと思います。こちらなんですけれども、今僕がつけております、ナチュラルとオレンジ、ネイビーでご用意しております。ナチュラルなんですけれども、エンダースキーマーらしいエイジングっていうのをしっかりご堪能いただけるかと思います。バッグ同様ですね、僕のおすすめはこのナチュラルカラーになります。ワンポイント、こう差し色でオレンジなんかもいいですし、ネイビーもちょっとこう黒とは違った独特のその色合いっていうのがいい部分かなと思います。こう黒さの中にある青み。そういったところも魅力ですね。洋服でですと、ちょっとこう、抵抗感のあるカラーも、ワンポイントこういった差し色になると、また見え方変わって面白いのじゃないかなと思います。ぜひですね、取り入れてみてください。こちらがですね、プライスが6000円プラス消費税ですね。安いですね。はい。お求めやすいです。ね。今回ご紹介しました3品はどれもこう、手に取っていただきやすいプライスかと思います。失礼しました。価格がですね、7000円プラス消費税です。ですね。はい。まあ、どちらにせよ、お求めやすいのに変わりはないんですけどね。そうですね。大変失礼いたしました。まだまだですね、紹介したい品番ございますが、お時間来ましたので、今回はこの辺りで終わりとさせていただきます。次回はですね、また後編の方をお伝えさせていただければと思います。よろしければですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ここでですね、ゴールデンウィーク期間中のイベント告知をさせていただきます。5月1日、2日の2日間なんですけれども、インクのですね、次回秋冬の受注会と、普段ですね、店頭に並んでない品番の即売会というのをさせていただきます。受注会はですね、次回作を1点からでもオーダー可能となります。またこちらもですね、内金はいただく形となります。5月1日なんですけれども、こちらはですね、デザイナー岡田様とですね、営業の大谷様にもお越しいただきまして、深いエピソードですとか、その記事の作り込み、選び方、そういったところにも触れ合っていただければと思います。2日間という短い時間なんですけれども、ご興味ございましたら、お待ちしております。よろしくお願いします。